はい。かまってくんねんだよ。今月は冬月誰さんが来るんだろう。これでも冬月グループのことでしょ多分。そうじゃないですか多分。開けたかな。開けた。はい、今週も始まりました。ですね、今日のゲストは冬月グループのファング。はい。ファングのスバル君と。ダブルだよね、はい、ダブルの3部になるんだよね。そうですね、3部のリン君です。はい、今日よろしくお願いします。お願いします。緊張してるでしょ。緊張してるでしょ。じゃあとりあえずの、いやーす、あーあ、できとるお茶飲んで。イケメン来たよ。ほらイケメンって。どっちだ。絶対こっちじゃないですか。何が。いやでもお前かっこいいと思うよ。今までの形状で言うとこっちじゃないですか。え、だってスバル、あのね、リスナーの皆さんね、多分あんま分かってないかもしれないけど、あの僕もともと歌舞伎町に来る前に埼玉で、埼玉の川越ってところでマリアってお店やってたんですけど、その近所のね、ブレイクだね、はい、ブレイクでやってた、あの同じ川越出身の2人なんで、皆さんちょっとよろしくお願いしますね。お願いします。あれに、なんかすごい緊張してない。全然してない。でもなんかさ、あのさ、もろカメラが回ってるっていう感覚じゃないから、そんなに平気でしょ。もろ、まあ、カメラが、はい、そう、もろカメラが回ってるとあれ緊張するけど、はい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 、ほら、2週続けて冬月グループ、そうっすね。ファングは、ファングどこ？お店、場所は。あれは1階にギラギラガールズっていう。おー、はい、おーおーおおおお、ハラミソールだ。はい、の何階になるの？3階です。3階になるの、はい、で、ダブルってのはどこにあるの？あれですね、九州ラーメン。キューラーのどこ？ソフィアスリービーです、ね、目の前の。そうそう、キューラーの目の前の、はい、へぇー。で、3部って何時から何時なの？うちは9時からですね、朝。ケンちゃんが大暴れしたとこの。ブレイクはしてないですよ。ブレイクはしてないよ。連れてけよ。結構ね、いろんなコメント来るから結構面白いんだよ。あー、すごいですね。こういうの初めてで、ちょっとどうしていこう。お前すごい緊張してるし。めっちゃ緊張します、ね、なんか違うじゃん、いつも。ケンちゃんが一番顔広くない？どうだろう、誰と比べられてるのか全然わかんないけど。あ、なんかね、結構ね、あの俺の番組と俺の知り合いをやっぱさ、ゲストで呼んでるから、なんか誰呼んでとか結構来るの。あ、知ってる人だ。例えば帝なんかもう絶対もうメディア出ないとか言ってたのに、はいはいはい、ケンさんの番組だったら全然出させてくださいって言ってくれて出てくれたのよ。他のメディアとか全部断ってんだって。もう帝って、なんかもうだってもうナンバー上がっちゃってるから。そうですね、帝が出るぐらいだったら、はいはい、なんか別な若い子一押しを出してみたいになってるみたいで、クマなんかもう2回出てるからね。熊野は面識あんの？ないの？いや、あの同業で来てもらってる時はあの、ついたりとかで。お前すごい、なんか全然喋ってないけど大丈夫？神々っすね。すげえ緊張してんだろ、はい、めっちゃ緊張してる。見られてるっていう感覚だとちょっとっ緊張しますよね。え、見られてるっていう。今のこの来場者数が80兆だから100弱の人気とか今見てくれてるから、ネットで。大体みんなパソコンだろうね。スバルだよ、スバル、はい、埼玉の子とか見てくれてんのかな、川越の子とか。どうなんすか、でもこの…いやでもたまに言われるんだよ、埼玉とか帰ると、なんか女の子とか、何回か見たことあるよとか言ってくれるんだけど。おー、だって、お前らどんぐらいこっち出てきて。俺がね、俺がちょうどもう4年2ヶ月とかなんだ、4年2、3ヶ月なんだよね、うん、あれ、俺より早いんだっけ。いや、後です。後だっけ。後です、はい。あれどこにいたんだっけ、出てきた時。あ、そうだよな、免許場だよな、プリンスの系列見たんだよな、はいはい、お前どこにいたの今。そのずっと、ずっと同じとこ。ずっとっても自分まで1年ぐらい。これ何やってたのその間。あれだ、深夜のとこにいたよね。そうそうそう、あのバーって、ね、はい、やめたの深夜お店。まあ、今あの女の子の店、ガールズバーっていうか。あ、そうなんだ、はい、形が変わって。でもさ、埼玉のあんなところでガールズバーなんかやって入んのかね。まあちょろちょろは入ってるらしいですよ。あいつ何やってんの、あの、なんだっけ、誰ですか、ど忘れちゃった名前。誰ですか、あいつだ。誰ですか、あいつ。翼さんとこ入ったやつだ。なん、すっげえ名前で忘れちゃった。あ、純平っす。そうそう、何やってんですか。なんか知ってるか、お前。カリスマニートじゃないですか。ニートなの本気で。いやちょっと深夜のとこになんか名前だけあったじゃん。そう、なんか今は何やってるか正直わかんない。
なんかお前ら緊張してるからちょっと飲んでもらっていい？そうですね、はい、そうですね、多分飲んだ方がいいから。ちょっと飲んで、あじゃあ分かった、飲んでよ俺も。あこれで、ね、ボルロ30分くらいでめっちゃ回ってくるからね。本当ですか？いやいや、多すぎじゃないですか。いいじゃん、だからめんどくさいんだもん。あのね、最初はスタートみんな大体こんな感じ、なんかみんなちょっと緊張してて、はいはいはい、で、大体この最初のうち、なんか緊張してるから飲もうぜ飲もうぜってテキーラ飲んでるじゃん、はい、後半30分ぐらいに入った瞬間も大体みんな酔っ払ってるから、大体緊張はすぐ解ける。本当っすか？2人に質問ありますか、リスナーの皆さんね。でもお前本人だってもうやる気ないもんね。ありますよ。ないだろ。あります。ないだろ。ないだろ。ないよね。こいつはないよな。話を聞く。ないあんまり。ないよ。お前だってこの前うちの店飲みに来てくれた時にもう連絡もうなんかつまんないですよねとかそうじゃん。つまん、まあ、細じゃない。だってさ、ブレイクの時結構頑張ってたじゃん、ね。頑張ってました。はい。なんで今元気なくなっちゃったの？いやいや店がつまんねえからだろ。そんなことないですよ。嫌なんだろ。やめたい。どうしたんすか。よくやめたい。飲みすぎですよ。やめたいんだろ。どうしたんすか。やめちゃえばいいじゃんね。何を言ってんすか本当に。やめちゃえばいいじゃん、ね。何を言ってんすか本当に。でうちからいいじゃん。いやー俺なんか言ったらね。いやもう全然でも。来りゃいいじゃん。スバルは全力で拒否るけどね。いやいやそんなことない。スバルだって。そんなことない。お前じゃうち来いよじゃん。いや大丈夫っす大丈夫っす。殴られるから。俺殴られるから。もう10秒だからもう10秒。昔はやっぱねあったけど。いや優しい。黒髪の人かっこいいだって来たよ。お。リン来たよ。来た。あれ似てるよな。あれですか。あれだよ。昔から言われてる人いますか。あれだよ。さっきからあれしか。あれだよ。大沢。大沢なんとかだよ。高尾。高尾それだよ。全然似てない。似てる。ほら、やめたいんだろって来てる。引き抜き断ると殴られるの。俺、どんなやつどんなやつだ。面白い。今、ファングのページ見てきた。1日最低37万人人。37万人件費。どういうことですか。37万。どういうことですか。1日人件費で37万じゃファング効かないよな多分な。バック考えたらな。リアルにですか。うん、だって1人1万払ってたって37人いたらもう37万じゃん、はい、中にお客さん呼んでバック率考えたら足んないよな、まあ、全然、はい、全然足んないよな。今ファング何人いんの。今25人ぐらいですかね。おお、はい、ファングはじゃあ若干少なめなのか。フェイスどこの方が、俺フェイスは行ったことあるけど、あの方が30人ぐらいいたね、いたね、はい、すげえ混んだな。ファングもやっぱ混んでんの。混んでますね、はい。すげえよな、すごいですね。すごいよね。すごいですね。でも最低人気1万だもんね、食いつきのところね。そうですね、はい。よく1万出すよね。すごいですね。でメンケバが1万出してんのとさ、はい、ホストが1万出してるの全然違うじゃん。メンケバってだって1万とか1万2千とか歌ってるけど、まあ、実際売っても給料悪いじゃん。そうっすね、バッキー超悪くない。なんなのあれ、超悪くない。ごめんね、免許場の人見てたら。経営者の人見てたら、ごめんね。悪いよ、だから免許場で売れるやつ大体みんなどっかのホストクラブ入るもんね。まあ、あとあと結局そう、バックリスク超悪いじゃん。出勤してなんぼじゃんか、免許場って。ああ、まあそうですね。日給が上がってくんでしょ。はいはいはい。で、部合悪いよね、超悪くない。証券のだって何そうで証券の30%とか40%でしょ。だからその代わり日給が1日なんか2万になったり3万になったりみたいな。そうですね。出勤しなかったら意味がないってやつでしょ。はいはいはい。賞金とかいいんじゃないのって。売上発表行こうかって来たよ。スバル今まで最高いくら売ったことある。スバルでも最高売上。え、歌舞伎町で川越出たらやっぱどっちが売ってる。歌舞伎町の方が売ってる。そうだったら歌舞伎町の方が売ってます。いくら売ったの最高。お前にも聞くからね。持っていいっすか。俺だって持っていいっすか、ね、ある程度は、まあ、ある程度表示を合わせていこうよ。あ、じゃあ素直に言った。素直に持っていいっすかって言っちゃったらなんかもうバレてるじゃん。はい。じゃあ実際終わってくるよ。はい。軽く持って400で。お、すごいね。持ったんでしょ。軽く、はい、軽く持りましたね。あ、でもじゃあ少なく見たって300兆円売ってんだ。あ、すごいやんね。でもね、すごいっす。だってブレイクってそんな売ってなかったの。だいぶ前ですけど、はい、ブレイク。ブレイクでどんぐらい打った？200万ぐらい。そんな打てない。だいぶなんかだんだんリアルになってきました。すごいリアル。すっごいリアルですね。ブレイクでもコンスだもんね。まあ結構みんな打ってるのみんないたもんね。そうだ。お前歌舞伎町打てどんぐらい打ったことあるの最高。俺でもプレイヤーやったのがもう今何なの。今な内勤っすね。内勤やってんの。はい。内勤やってんのにやる気ないの。いや、やる気ありますよ。ないでしょ。ありますないだろ。あります。
ナイキやる気ないですか。でやる気ないってこの前言ってたじゃん、酒飲みながら。言ってないです。いや、ほんとつまんないですよ。酔っ払ったら本音が出る。いや、だからその今までの中でその楽しいかって言ったら今が一番あんまり、まあ楽しくない。はっきり言えばいいじゃん。楽しいですけど。楽しいですけど。大丈夫ですか。大丈夫。店でなんか居場所なくなったらうちくらいいいや、何や。いや、全然ですね。あ、でもペース超速い。来場者数もう260いくつとかだから余裕で多分400は超えるわ。すごいね、やっぱり最低出たら照れるね。はい、最低出たら380がアクセス最低だから。マジっすか。出れますねそれ。いやでも帝すごかったよ先週。1時間半やったんだけど、はい、1時間半でも後でももうなんか延長して延長してみたいになって、はい、冬月がちょっとなんか忙しかったみたいな、はい、でも熊野はもう潰れちゃってるし、はい、まともだったのが俺と帝だけだったから、はい、もう無理だなっつって、まとめ今度にしようっつって。延長とかあるんですか。そう、延長がね1ヶ月に1回できるんだけど、普段1時間で1時間半番組なのね、はい、で無理やり2時間にねじ込もうとしたんだけど、はい、いやなんかやろうと思えばできたらしいんだけど、はい、もう話にならなくなるから熊野がもうそんなもんだ。熊野だって放送中にそこら辺で寝転がってたからね。あいつそれ映ってないですよね。映ってる。俺のカメラが映ると大体ここら辺になんか端っこに熊野が潰れてた。めっちゃウケんじゃん。超かわいかったよ。でもなんかブログ見たんですけど、うん、もうすごい熊ちゃんかわいいとか言って超出てる顔でした、ね、ひどかった。最後の方喋れてないんだから。で冬月と味方が途中酔ってたのにど調べになっちゃって、はい、熊野のせいで、はい、超面白かった。すごい。ほらお店移りなさい。だってでもやる気がない店にいたってしょうがないじゃんね。だってお前もういくつよ。7っすね。7にな、今年7なの。あ、今年8です。今年8でしょ。はい、やる気ない時間はもったいないもんないの。いや、もったいないですね、それは。スバルいくつ。いや、同い年で今年28です。お前も8なの。はい、やばいっすよね。すげえ。え、じゃあお前うちで内勤やればいいじゃん。いや俺使えない。ねえ。俺使えない。何が何がいいじゃん。楽しくやろうよ。あ、どんなイメージなんですか。ケイさんの俺ってどういうイメージなの。リーグ。いや、リーグはなんか調子いいイメージしかないけど。ちょ、こいつだって埼玉の頃から俺がブレイクとか飲み行って、はい、あ、ケンさんとか来てくれる割に、はい、いや、ブログ読んでます、はい、じゃあ最新の記事なんだよって言うと、はい、1週間前ぐらいの記事飛んでくんだよ。マジっすか。毎日見てませんぐらい言うから。めっちゃ結構その、会ったりして話したりしても、うん、結構ケンさんの話、ブログの毎回出ますから。何がケンさんの話。今日のメイちゃん、今日のメイちゃん、今日のメイちゃん、最近メイあんま出してないから。はい、どうも。酔っ払った方が面白いから。酔っ払った方がこの番組結構、あ、しかも何でもありだから。いやー、来ますね。あー、熊さんやばかった、連れて帰るだろ。あの、帝がね、責任持ってちゃんと連れて帰ってくれたみたいですよ。引き抜き必死、必死だよ。必死だよ、これ。必死だよ。じゃないですけどね。あ、ごめんごめん、ごめんごめんごめん。でもね、なんか、不思議なもんで、なんか面接来るやつとか入ってくるやつやたら埼玉出身が多いの。ほんとだ。たまたまね、はい、すごいたまたまなんだろうけど埼玉出身が多いんだよね。へえ。イビザ飛んでうち来たやつもいたし。あんまそれ話したけどね、強さんも話したけど、はいはいはい、全然。スバルク、スバルクリンは何歳。だから28だって。今年8でしょ。何月の誕生日。10月で28になります。10月なんだ、はい、スバルがもう28なんだ。はい。俺28ってだって俺が出てきた頃だから。こっち。あ、そうなんですか。そうそうそう。あ、はい、28の時に出てきてるんだよ。あの店ごとカーボイ閉めて、はい、まんま出てきたのが、あのもう4年前の3月だから、今4年3ヶ月ぐらいでしょ。3月が節目なんですよね。スーパーのかっこいいな。お前かっこいいよな、はい、カーボイに一番かっこいいとか言われてたもんね。いやもうこれで持ってますよ。いや、そんなことないです。でもやる気ないよね。はい、やる気ない。昔から全然やる気ないよ。やる気あるんですけどなさそうに見られるんですよね。あの、何を言っても感情無駄よねみたいな。ないよね、喜怒哀楽とかあんの。こうなんか俺だってスーパーが心の底から笑ってるの見たことないよ。どう笑うの。いや、なんかここ酔ったら結構出ますよ、ね、俺ね、スーパーが酔ってるの見たことないんだよ。高校から一緒なんで。あ、そうなの。そうそう。あ、同級生なの、はい、え、それで一緒に始めたの。いや、誘われてんね。先に俺が先に入ってて。あれ初めてブレイク。レッドシューズ。あ、そっかそっかそっか、悟のとこが、はいはい、
で、まあ、そあれでもだってレッドシューズなんかだってどんぐらいですか？2年2年いやそんな2年やってないよね。そんなやってないです。1年持ったかなぐらいです。サドルが下手こいてな。まあそうっす、ね、はい、まあ分かんない。まあしゃぶしだもんな。そうなんですか。こういうことだってめっちゃ出てくる。でもね、やっぱね、トップがしゃぶしはまずいよ。まあ、あ大丈夫、あの放送禁止用語とかないから。地上波じゃないから。俺っていつもチンコとかマンコとか普通に言ってるから。あ全然全然何でもありみたいな、うん。チンコ出すのはまずいけどね。あそれはまずい。危ない危ない危ない。何が？お前出すの？お前脱がないだろ。脱がないですね。全然脱がない。ね、どういうキャラなの？はい、俺スバルがどういうキャラなのか分かんないんだよ。どんなイメージですか？え、なんかスバルはなんかもうやっぱり喋んないでなんか隣に座ってなんか王子様系なイメージなの。気持ち悪いですね。川越の頃から気持ち悪いですね。お前は調子いいイメージなの？なんか、あ、感じがいい、感じがいいってことですよね。感じがいいってことですよね。どういうこと？感じがいい。よく分かんない。やめてください。マジでベロベロになってもらっていい？いや、やめてください。なんかスバルそうだな。ね、初回の時お客さんとかどういう接客するの？スバルってさ、営業スタイルをさ、例えばさ、はい、もう大まかに分けると思う。何、まあ、色とかは言いづらいだろうけど、イチャエとかするの？あ、酔っ払ったら。あ、するんだ。はい、ちょっとシラフだとできないです、着物ですね。なんかこの顔にイチャエされたらやばいよね。そんなのもね。そうっすか。俺スバルとお客さん被ったことないもんね、多分ね。あったっけ？あ、そうですね。キャラが全然違うんですよ、ね。あったっけ？何人かいたか。あ、いましたね。ナーコとか。あ、はい、はい。だいぶなんかリアルな。お前とバラだ。俺ガッツリとバラだよね、あいつに。リアル。あいつに40万くらい行かれてるの、俺。すごいリアルですね。めちゃめちゃリアル。昔ね、埼玉の頃ね。まあ。歌舞伎町来てからも来てたんだけど、一回なんか歌舞伎町来て、またとバラなんだけど、また、まあ、それは回収したんだけど。あ、はいはいはい。へー、すごいリアルな会話だよ。めっちゃリアルですね。うん、いいじゃんいいじゃん、そういう方が楽しいじゃん。あ、余裕で行くね。来場者数だってもう260とか行ってるから、こっから止まんなければ全然380は全然超える。増えてくるからね、意外と。リンと、リンなんかもなおさら俺かぶったことないな。かぶったことある？お客さん。おー、ないっすね、多分。お客さんとしてだよ。あの、お客さん、お兄ちゃんとかはいいけど。どういうこと？何が？どういうことですか？どういうこと言ってんの？お兄ちゃんとか。お前がお兄ちゃんとかの話はどうでもいいとして。本当ですか？俺はないっす。何なんですか？何なんですか？お前なんかさ、緊張してて喋んないから。どっちがお兄ちゃんなんですか？全然、お前らの方がお兄ちゃんだよ。はい、俺三男坊だから。何を言ってんすか？これ何で言われてるんですか？何で言われてるんですか？スバル君、誰くださいだって。誰ください。スバルなんかでも子供とか作ったら子供めっちゃ可愛いだろうな。いやー、そうですよね。あれ、二人は結婚ないの、経験とか？ないっすね。二人とも？ないっすね。あ、ないんだ。結婚いいけどな。マジですか？結婚してたじゃん。あ、結婚生活面白かったよな。本当ですか？子供いるとね。どう変わります？あのね、人に対して優しくなる。あ、みんなに対して、うん、あの誰に対しても、俺すごいさ、めちゃくちゃなやつだったからさ、子供の頃で結婚、まあ連れ子がさ、はい、俺の嫁知ってるでしょ、前の。はい。知らないの？あ、なんか、はい、分かりました。言うか言うか言うか。あれはもともと連れ子がいたんだよ。あ、そうなの。そうそう、はい、で、でも優しくなれる、急激に。あの子供と接するようになるから、はい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 、怒ることはもちろん怒るんだけど、はい、今までみたいな変な焼かり方がなくなるの。愛のある怒り方。そうそう、守るものとかできるとすごい強くなるよ。結構いいけどね。いないの？俺いないっすね。今彼女とかいんの？今いないっす。言えないよ。でも言えない。どうしたんすか？俺いつもこんな会話だもん。この前冬月に他の女優いんのって言ったら、いないけどみたいな。本当はとか言ってたら、何言ってんの？聞かないですか？いるのかいないのか。いるの？俺はスバルってでもさ、女愛せないでしょ。愛せないです。こいつは結婚できない。絶対愛せないでしょ。俺だって今までの、じゃあ今までのスバルのイメージはなんか、あの仕事あんまりさ、やる気ないじゃんか。いや、あるんだけど。で、あの女に対してもやる気ないじゃん。あります、めっちゃあります。でも愛せないでしょ。最後に女愛したのじゃん。あのその時、一時は愛せんじゃないですか、その一時は。どういうこと？それどういうこと？言ってくやつ、抱くときは愛せんじゃないですか。
いや、なんか気持ち悪くないそれ。なんかお前気持ち悪いですね。なんかお前が気持ち悪い。なんで俺だ。俺女抱くときは、俺女抱くときはそいつちゃんと愛してますからとか、そういう感じ。気持ち悪いトークしてるんだよ、お前今。すいません、内勤だからもう関係ない。内勤とかじゃない。やる気ないやつばっかりじゃねえか。どうしようもないっすね。でもなんか歌舞伎町来てから、俺スバルはね、一回、あれ、コンフィデントの時か、はい、俺のみ行ってスバルとかついてくれたから、はい、仕事中見てるけど、はい、でもあの時めっちゃお前忙しかったよな。だって4、5組かぶってたろ。ちょっとそれは盛りすぎっすね。それ今結構頑張ったんだけど。3組っつったよな。でも1日3組かぶってるのまあね、たまたまですね。悪くないよね。お前の仕事見たことないもんだって、俺歌舞伎町来て。だってお前の店知らねえし、まず。そうっすね。で、絡みがないから行かないじゃん。あ、そうですね。で、はい、スバルの頃やっぱ、はい、堀月もユージとかも仲いいから全然行くけど、はいはい、そうっすね。抱く時オンリーの内見だって。いや、なんで俺なんすか。なんで俺なんすか。スバル、モンスター、ユウくん。あ、これ言われたことは、あの、イッサくんの方でしょ。一人ぐらい。イッサくんの方のユウくんでしょ。そうっすね。なんか年間1億打ったっつってすごい。一人ぐらいしか言われたことない。俺会ったことないから分かんねえんだよな、イッサ君のことは。イッサ君しか知らないから。あ、そうなんですね。全然知らない。イッサ君付き合いはないからさ。あ、会えば話す程度のもんだから。へえ、すげえな。2000万。だって、一月になって2000万とか売っちゃうでしょ。だって、味方なんなのあいつ、すごくない。4200万でしょ。俺ちゃんと話したことないんですけど。あ、ないんだ。やっぱ同じグループでもあんまり交流はないんだ。そこまでないですね。あの、まあ、多分幹部同士とかだって多分あると思うんですけど。話せないか、多すぎてな。すげえよな。すごいですね。4000万だよ。考えられないですよ。本当にお前のこの何万本ぐらい売ってる。いやー、多分本当に多分あれですよ、ね、多分何か。なんか歯切れ悪いよね。なんか歯切れ悪い。だってどうせ、はい、どうせお前あれだろ、誰も宣伝してないから、どうせお前の絡みの人間なんか誰も見てないよ。誰も見てないですよ、多分。全然見てない。ほんと使えない。なんでですか。なんなのそれ、宣伝ぐらいしないよ。いや、店の宣伝しに来いよ、内見なんだから、お前。いや、俺はもう。聞いて、リスナーの皆さん、こいつ、今日、で店の宣伝するから、お前の店ちゃんと、あれなって言ったら、はいはい、いや、宣伝いらないっすって。ああ、俺はケンさんに会いたいからね。何が？ケンさんに会いたい。やる気ないじゃん。いや、やる気はありますよ。やる気あります。あります。大丈夫。やる気あります。で、飲んだ方がいいよ。飲んだ方がいいよ。一回、お前らがじゃあ2人で飲んで、はい、あの、CM 行くから。ケンで、そこら、お前、分かってるせえな。よし。えいっす。ああ、じゃあ、一回 CM 行きましょう。もしかしたら今タイミング拾ったかもよ。はい、拾った。拾ってないです、拾ってないです。いじっていい？ダメです、いじっていい？ダメです、ダメです。俺は良くても、あの見てるかもしれないね。はい、はい、面白いですね。ダメです。へぇ、知り合いなんだ、今の子。そうす、え、どれですか？今のなんかサラちゃんで子。はい、サラちゃんで子、知り合いなんだ。いや、わかんないです。あ、おか、わかんないよな、俺もわかんないや。俺、A とか来てる、もしかしたら分かんないよ。拾ってないかな、立て直しか。大丈夫か。外じゃん。座る飲んだ方がいいよ。座る飲んだ方がいいよ。座る飲んだ方がいいよ。はい、ぐいぐい、よしか。なんかやばそう。ガチで知らないっす。え、いや、ガチで知らないっす。なんか、放送事故みたいになってきちゃったよ。本当に知らないっす。やめようね。やめようね。やめましょう。後ろの扉何って何？それ？何これ？ケンさんの顔。なんだよ、よくわかんねえな、今日コメントが。コメントが全然わかんない。どんなコメントなんすか？いや、いつもなんかね、あ、まあなんか俺らの会話になんか賛同してくれるコメントとか、質問なんかいろいろ、うん。
何ケンちゃん終わってどういうこと？じゃなんかさこのあの曖昧なコメントやめてもらって拾いづらいんだよな。難しいですね。今何人ぐらい見てる？今ね363って出てるから、多分もうすぐ400多分全然いっちゃうと思うよ。あと30分あるから全然。やべめっちゃ緊張しますね。まだしてんの？はい、飲んでないからでしょ。飲んでない。飲んでないからでしょ。完全に。あいつじゃん。お前緊張してます？え？お前してる？俺は全然しないです。二人で飲みんだ。俺全然緊張してない。してないです。俺今問題があるとしたらちょっと今おしっこに行きたいっていう。あ一緒ですね。緊張してですか？ね、俺さ、お前さ、俺レギュラー番組何月からやってると思ってんだよ、お前。今更緊張なんかしねえよ。違うんだよ、俺今のタイミングで正面言っとけばよかった、マジ失敗した。とりあえずなんか飲もう、グイ。じゃあ飲もう、飲もう、じゃあみんなに飲もう、飲もう、飲もう。グラス変えたっしょ。いや、これ俺今日やばいんだって。え、じゃあ2人が、はい、レッドシャーズの頃からスバルは俺知ってるっけ？あ、ごめんね、ありがとう。でもまともに喋れようになったらブレイクになってからじゃない？でもそうですね、はい。お前変なことすんだよな。普通にしてない？普通に、はい。ダメだよ。ケンちゃんが最低レベルとする数字は超えた。あ、もう超えたんだ。あ、もう全然だよ。超えた超えた。よかったじゃん。いやいや。もうでも多分ね、あの数字は出ないと思うんだよな。リスナーさんがね、結構、あ、ごめん、なんか変なことやっちゃった。なんかさ、ねえ、今なんかね、テキーラがこぼれたからなんかやったら変なんで、これどうすればいいのこれ。あ、これこう、こう、あ、なんで、OK っす。かぶってる、かぶってる。何が？あ、お前、かぶってる、ちょっとやめてもらって。すいません。歌舞伎町の島田紳助で誰の話してるの？全然わかんない。じゃあなんかね、滑らない話的なのないですかってこと？ケンさんあるじゃん。おるよ。本当ですか？おるよ。三男坊、次男坊、長男坊でしょ。何の話ですか？何が？じゃあ何言ってんすか？じゃあ飲まない。俺やばい、酔ってきた。飲まない。何が？お前長男坊だろ。あ、そうなんすか。でしょ。お前とどっちが？じゃあ何が？ケンさんとスバルじゃない。いや全然、俺は多分最後だ。で、俺関係ないと思う。やったでしょ、だって。飲まないで、行ってみて。やったの？顔声乗りじゃないですか、もう完全に。え？顔声乗りじゃないですか。ちょ、お茶入れよ。お茶入れよ。そっちの話ですよ、リスナーの皆さん。気づいてよ。三男なの、次男なの、長男なの言ってんだから分かったよ。歌舞伎町。たまたまだよね、でもね。ほんとたまたま、なんだろうね、あれね。しょうがないよね。男は生きてるやん。ね、性欲とか強いの？スバルって。スバル強いです。あ、強いの？強いです。あ、そうなの？俺イメージないよ。そういう浮いた話って俺あんま聞いたことないんだよ。性欲強いっていうのが、その基準がよくわかんないですね。例えばじゃあ、1週間あるとするじゃん。はい。どんぐらいのスパンでエッチしたい？したいなっていう。したいな。それ聞いちゃうんですか？うん。1、2回とかでいい。週1、2回？はい。じゃあもう3日に1回とかでいいってこと？はい。お前どんぐらい？エッチですか？エッチ。エッチじゃなくても抜く行為でもいいよ。あ、もう1、2回週で。はい。へえ。お前は？ちょ、リアルにね。リアルに。お前ちょっと嘘ついて。よろしいよろしい。お前どんぐらい？俺でもそんなないですね、やっぱり。お前性欲あんの？ないの、あんまり。ま、中の上ぐらいじゃないですか。なんだそれが分かりづらいじゃん。じゃあお前なんかね、じゃあお前ね、お前ね、飲んでもらっていい？とりあえず、はい、ゲイ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 。じゃあお前ね、お前が言うお前の基準のその性欲の中ってなんだよ。中な、お前それが分かんねえんだもん俺ら。中ってなんだよ。分かりづらいですね今のは。マジですか？中の何？分かりづらい。だから1週間あったら週に何回したい？ケンジさんの中でどっちがじゃあちょっとあれです。性欲強そうなのは俺スバルの方が強そうかなと思ってます。だからお前はどんぐらいだっつうの？週2回とかでしょ。あ、俺も多分もうちょい多めですね。3、4回とかじゃないですか。週に、意外、うん、週に。じゃあ2日に1回はしたいってことでしょ。まあでもそれぐらいでも、あ、意外、俺はいいかな、いいかなっていうか、いいかな、そういう。え、なんでお前ちょっと上から目線なあ、なんでお前さ、お前エッチするのに、エッチするのに上から目線。だってもしかしたらその週2日に1回の、2日に1回の抜きがもしかしたら G 行為かもしれないわけでしょ。
何でそれをちょっと上から、え、別にそんぐらいでも構わないですよみたいな、何それ、ちょっとなんか偉そうな感じ、すいません、ケンジさんは俺も毎日でもいいから、どうぞ、俺未だに浅田するからね、マジで、いや、浅田ちはしますよ、するよね、いや、します、やっぱ元気だよ、俺、やっぱ俺多分元気な方だもん、マジっすか、俺毎日浅田するしないの、え、お前やばいよ、俺もう時間、いや、俺毎日、俺だって毎日でもいい、マジっすか、毎日でも全然平気、あ、それはすごいですね、する、あのする、エッチとかするんであっても毎日でも全然平気、あの、なんかやりたくないな、今日はっていうのがないの、多分すまない、そうだと思いますよ、何が、俺、お前強いの、いや、俺、え、何ちょっとカッコつけてたの、メディアだから、俺でも今回、俺今回冬月には何も言われてないからね、最初クマが出た時にちょっとこういう話とこういう話は勘弁してねとか、俺冬月から言われたけど、そうで、この前も出た時にもうこれには触れないでとか言われたけど、今回スバルに関しては何も言われてないからね、俺せめてください。嘘ばっかついてん、悲しい嘘ばっかついてん、いやでもないっすね、ほんとに、そうほら、せっかくニコ生やってんだからいろいろ暴露してよ、そうですよね、赤ちゃんプレイって何、赤ちゃんプレイ誰が好きなの、何すかそれ、いやいや赤ちゃんプレイでしょって来てるから、だ誰ですかね、赤ちゃんプレイとかするの、俺っすか、うん、スバルってでも S、 いや俺エッチの時、エッチの時結構普通っすね、普通って何、いやなんかもう超つまんないですけど、で普通って何、俺、あ、いやもうなんか食い込む、俺、いや、どっちもありますよ、 M もあんの、あります、あります、例えば四つん這いになったりとか、四つん這いはないっす、ないの、なったことないの、なったことないの、子供だなお前、俺全然なったことあるもん、俺マジっすか、なるなる、全然なる、四つん這いになってどうするんですか、何か四つん這いになる、色々だよどうするんですか、さすがに言えないよね、いや、からのが聞きたいっす、何か、ニコ生なんで、からのってなるよ、で、ケンさん、四つん這いプレイヤーではないよ、俺も久しくなってないもん、四つん這い営業、四つん這い営業だ、それすごく新しいっすね、すごいね、新しい、俺四つん這いになるからお前店来いよみたいなことでしょ、バカじゃねえ、取りましょう、バカじゃねえ、取りましょう、マニュアルに入れましょう、じゃあお前やれよ、いや俺は大です、お前 S なの M なの分かりづらいよね、お前まだ酔ってないの、まだちょっと若干緊張してるもんね、いや全然、緊張なのか気まずいのか、いや俺はケンさんと話したいっす、で喋ってないでしょ、お前なんかこの前からずっとそうやって言って酒飲まないよね、飲んでんじゃないですか、飲んでないじゃん、いやでもなんかすごい緊張してて、来る前に俺はまあ営業終わってそのまま来たじゃないですか、うんうんうん、まあ3部なんで、うん、ビール飲んできたって言ってました、3部って何時で終わるの、自分俺分かんねえ、その3部っていうのが昼の3時です、ね、何時から昼の3時なの、朝の9時ですね、朝の9時です、いや別にだって日の出がちょっと延長してんのと一緒でしょ、要は違うの、そうっすね、え、だって2部が何、じゃあ9時に終わるってこと、2部ですか、いや、うん、2部は多分2部は多分昼ぐらいの昼過ぎとかに終わるんで、いやお前らのところ2部はないの、ないっす、2部はないけど3部だけやってる、1部3部だから、え、なんなのそれ、わけわかんねえな、もうちょっとそれは、あ、でも従業員の出勤のしやすさで選んでるだけかな、まあ、そうだ、あの日の出になると夏は来れねえもんな、電車でな、まあわかんないですけど、俺も電車なんで、何でお前ニヤニヤしてんの、なんで上が来るんですか、何にどうしたんですか、え、じゃあ、はい、俺今からおしっこ行ってくるから2人で喋ってくれる、ダメっす、ああ大丈夫、俺本当におしっこしてくるから、じゃあ俺も行きます、でもあれだよ、はい、あのちょっと大丈夫ですか、いやいやいいんだけど、はい、俺本当におしっこしたいから、はい、おしっこしてくるからちゃんと、はい、あの放送事故とかやめてよ、ちょっとしゃべってたよ、いやいやいや、あ、じゃあケンさんについて、じゃあ俺についてはしゃべんないお前らなんか余計なこと言いそうだから、じゃあリスナーの皆さん、俺がおしっこ言ってる間ちょっと2人に質問お願いします、質問に対してちゃんと素直に答えておいて、はい、で俺ちょっと本気でおしっこしても漏れそうだから、わかりました、わかりました、ちょっとうまくやってる、はい、本当だよ、ちょ放送事故やめてよ、しゃべってるから、ちょっと見に、じゃあすごいね、質問ありますか、はい、質問ない、ケンジさん、ホスレカどれくらいですかと、ああ5年リンから、ああれ、とりあえずリンから、これは5年ぐらいです、5年ぐらい、俺は、これ
五年ぐらい。俺五年。七年ぐらいかな。けど、はい、そのまあニートやってた時とか、まあやってない時があるんで、それも含めて7年ぐらいかな。で、あのニートやってた時何やってたかっていうのをちょっと聞いた方がいいんじゃないですか。やばい。ニートやってた時の。大丈夫だ。どっちかってダメです。何が。ケンジさんはどんな人。ケンジさんの女について。俺の女関係なんか知らないもんね。いや、ケンジさんは、ね、あのさ、どういうイメージ持ってんの俺に。はい、あの逆に埼玉のさ、やっぱり俺昔もうめちゃくちゃやってたじゃん。もうあの家電に乗っ込んでなんかテーブルひっくり返したりぶっ飛ばしたりとかやってたけど、まあ、俺でもブレーキでそんなことやったことないもんね。そうですね。いや、そんな悪い噂聞いたことないよね、はい、ほら、なんかもう帰ってきたのかって何どうめっちゃ質問数一気に増えてるけどケンジさんはなんかすごい熱い人っすね。俺でもそうね、熱くて、うん、でもその代わりやっぱ好き嫌いも激しいけどね。なんか女より男みたいな。ああ、その絶対そう、嫌いです。え、でもさ、何が俺のこと嫌いですか。お前のこと、お前が思ってる。じゃあ、お前何言ってんの。お前が何言ってんのよく分かんないけど、今のなんか元気のないとかやる気のない凛見てると、なんか俺、お前が思ってる以上に俺、お前から興味なくなる。わー、俺やっぱ頑張ってる子が好きだから。どの仕事してても、だって頑張ってないと時間がもったいないし。だって何時に歌舞伎町出てきたの。それはちょっと曖昧な。それあるでしょ、あるでしょ。だって何時に歌舞伎町出てきた。だってホストだったらぶっちゃけ、だって田舎なんていくらでもあるわけだ。お前じゃあなんでうちで働いてるの。お前それ調子いいだろ。お前それは調子いいよな。お前それ調子いいよ。いただきます。はい、ゲーゲー。いや、俺はやっぱりね、ホストやってるからやっぱ歌舞伎町でね、やっぱ日本一の歓楽街じゃんか。はいはい、でやっぱホストって言ったらどこって言ったら絶対何を言おうが歌舞伎町だから、はい、やっぱそこで頑張りたいなっていうふうに。やっぱ俺はまあ店ごと出てきたから多分2人とはちょっと違うけど、はい、いやでもケンジさんは本当なんか熱くて、うん、熱いかも、うん、熱いかな。男っていうイメージ。そうだね。だってせっかく生きてんだったら熱く生きてないとつももったいないじゃん。時間が冷めて生きてたらもったいなくない。もうなんか常に頑張ってこう向上心を。何お前ニヤニヤしてる。で、お前何ニヤニヤしてる。なんか調子いいみたいな、なんかさ。この小汚いギャル男だよ。超ウケないですか。ギャル男ですよ。さっき暑苦しいって言ってたよって。何お前暑苦しいって言ってた。なんでどっちがいた。なんで俺。じゃあリスナーの。なんで俺なんすか。だってさっき暑苦しいって言ってたよって入ってるよ。どっちが暑苦しいって言ってたの。ちょっとやめて。ホストレイ。お前だな。なんで俺。お前だな。違う、お前の方が言いそうだもん。スバルなんかそんな危険を犯してこない気がするもん。いやでも俺はどっちも言ってないです。俺やる気ない内勤できてる。ちょ正直しんどい言うてたって。お前ちょっとやめてください。お前悪口は本人を前にしてよ。お前ちょどっちも言ってないですこれはやめる。めっちゃ来てるよ。ほら黒髪って来てるよ。お前言ったな本当は本当。じゃあ俺がいない時何せだ。はいはいじゃないけど、なぜだ。ケンさんの女の話を。え、でも俺だって家帰ってパソコンで見たら分かるんだよ。どうです。俺だってホスト歴の話してます。あ、そうなの。俺家帰ってパソコンで見るもん。ホスト歴の話なんかしてないでしょ。知ってたよ。それはじゃあ知ってたけど。知ってました、知ってました。ほら、正直にやる気のないのに。お前だな、言ってたな、お前な。ホスト格闘技って何。僕がやってる歌舞伎ものっていうホストの格闘技イベントですね。お前出ちゃうよ。だけなう。昨日はね、宇田見に行ってた。そう、昨日友達見に行ってて。アメブロであれだろ、はい、今日俺の番組出るからとりあえずケンさんの行動チェックしとかないと的な。いや、俺のブログなんか見てないでしょ。そのさっきも話したんですけど、うん、その結構前からブログ。なんでコメントこんなの。寂しいじゃん。最低さ。お前なんかしたことねえじゃねえか。いや多分、かぶってんすよ、ベッドが今日のメイちゃん。ベッドはかぶってないよ。どっちが何の話。何の話。兄貴はスバル大好きだ。そういう話じゃないです。あ、そういう話じゃない。じゃあ何、俺が把握してるだけでスバルとは一人だけだから。あれ、多分一人だと思う。はい、とはってなんすか。スバルとは。いや、お前も多分一人だよ。いや、だってリンとだってお客さんとか被ったことないから。被ってないです。ないお前、だからお前らとは一人しかないよ。ラトバって。あの兄弟が。
ある？他に把握してる？え、じゃあ把握してる？いやいや、分かっとくこれもう俺、まあ、まあ、クールキャラなんですよ。2人ともファングじゃないです。ファングは、スバルだけです。お、はい、でも、来場者数1時間も経たないで、もうすぐ500なんだけど、これ多い、多い。あ、多いですか。多いよね、俺の番組1時間500いったら多いよね。多い、多い。だから、逆に、こう、誰が出てるんだろう。そう、かもしれないね。あ、誰なんだろう、みたいな。じゃないです、じゃないです。味方効果うるせえよ。絶対そうっす。だってこれから俺の番組で言ったぜ。俺の番組だってアクセサリーでも全部味方効果って言われてるでしょ。嫌だよ。だって味方は確かにあのスーパーカリスマホスだけど、だって俺後輩になるから、味方は。冬月は友達関係だけど、年はやっぱ冬月の方が若いから。ただ元気さんがあの誰って言わないんで、それでその効果っす。誰なんだろうみたいな。え、枕のこと？はい、え、その、穴兄弟の話飲みましょう、飲みましょう。俺関係ないじゃないですか。関係あるだろ。関係あるじゃん、何嘘ついてる。嘘いいじゃん、もしかしたら川越のリスナーさんも見てくれてるかもしれないしね。うわ、その穴兄弟の子に電話してとか来てるよ。あ、電話してる。結婚した、面白い。結婚したでしょ。俺もう番号知らないの。なのに知ってるんですか。何か結婚したの。結婚したの。ああ、結婚したのは知ってる。あのミクシーやってるから。あ、そう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 、知ってる。まあ、一回その話。ちょっとあのトークなくなりそうだから一回 CM 行こう。です。CM 行きましょう。あげた、あ、あげたね。あ、すいません、始まりました。間に合わなかったんで、リン君戻ってきたらリスナーの皆さん、あのグイグイコメントお願いしますね。いつもの通り、よろしく。いつもあるから。あ、ちょ、お茶なくなっちゃった。お茶あります？まだある？ないですか？もう、いや、まだあります。あの、俺ここにストックしてるから、ちゃんと買って持ってきてるから、お茶とか。あ、テキーラ。お茶ですか？あ、これテキーラとか持ち込む。 あ、これ最後？そうですね。マジ？もうねえじゃん、これ最後じゃん。じゃあ次、来週買ってきますわ。オッケーオッケーオッケーで、よろしくね。DNA の歩く核弾頭さんは何歳でしたっけ。これどういうこと。 DNA、 あれ全然わかんないんだけど。でも僕髪切りました、切りました、ちゃんと切りました。 DNA っていう時点で、まあ、やっぱケンジさんしかいないんで。おかえり、間に合わなかったよお前。いや、ギリギリっす。何が？いや、ギリギリですって。ギリギリじゃない、もう開けてるもん。開けてるもん。ギリギリですよ。リンちゃん言われました。リンちゃん開けてるもん。言われました。相変わらず派手ですね。あ、俺派手になったかもしれない。俺でも埼玉の時の方が老けてたよね、多分ね。そう、言われる言われる。なんかすごい、あの、俺26で店出したんだ、マリアって。あ、はい。で、一番若い社長だったじゃん、当時。あ、そうでした。で、はい、あの、年上に見られたかったんだよね。 あ、ね、来たよ、ほら、めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た。あー、来た来た来た。ほら、見て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 。リンリン、グイグイ。お前、間に合わないから。はい、グイグイ、よし、グイグイ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 、よし、グイグイ。これね、ごめんね。あの、CM 中にやっぱみんなトイレ行くんだけど、間に合わないとグイグイになるんだよ。あ、ごめん。めっちゃ涙になっちゃった。しょうがないよ。はい、リンリン、アウト。リンリンって言われた。お前、リンリンって言われた。もう一杯だって。いや、全然。もう一杯？はい、グイグイ、グイグイ、よし、グイグイ。ゲー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 、よし、こい。いいじゃん。ねえ、すごい、ここずっとバカラにめっちゃ来てるよ。いや、もうちょっとあれですね。何が？え、飲んでないじゃん、それ。飲んでない、飲んでない。飲んでないよ。飲んでないです。あれですね。酔ったぶり？体使って一発芸とか見たいな。キャラじゃないもんね。いや、俺だって一発芸とかできないよ。で、俺の一発芸なんか見たことないでしょ。俺もない。俺もできない。どういうこと？見てみたいですね。
だからやったことないっつうの。お前さ、お前意外にしてくれ。俺、別に知ってる知ってる、オマールの店に冬月グループの入り口にどんなに SP がいようが俺は無条件で入れるからな。じゃあお前いじめに行くから。あ、スルーしましょう。コメントちょっと申し訳ないです。その時じゃあ俺も誘ってください。何が行く一緒に。え、スバルの店行ったことないの。調子もんっすよ。え、ないの。調子もんっすよ。お前ってほんと調子いいんだね。いや、違うんすよ。え、なんでさ、だって2人はだって昔からの友達なわけでしょ。あ、そうで。なのになんで働いてる店に行ったわけないの。でも昔、初めてバースでやった時に、うん、俺飲み行ったんですよ。うん、まあ友達で。やめよ、その話。なに、いいえ、リスナーみんな気になっちゃう。じゃあ、やめよ。で、なになに。まあそれで、とりあえず、うん、はい、瓶飲めよだって。いや、おかしいです。瓶飲めよだって。でもさ、もしかしたら多分結構、あの、知ってる人見てくれてるんじゃない多分。あ、いや、飲んだ方がいいよ、じゃあ。イコールケンさんも多分知ってる人。え、じゃあ男気じゃんけんしようよ。はい、やります。男気じゃんけんして、あの、勝った人みんなに全部飲もうよ。全部ですか。で、勝ったからってよっしゃって言ったらそいつドンだからね。あ、じゃああの、なんだよみたいなの言ったらダメだよ。あ、超飲みて。あの、男気じゃんけんのルールわかるでしょ。わ、はい、かります。わかるでしょ、どんなルール。勝った人する。そう、はい、男気じゃんけん最初はグー、じゃんけん、はい。だよー、飲みたかったなー。あれ、ちょっと待ってください、ルールが分かんないです。何が。あ、え、男気じゃんけんっていうのは、はい、勝ったやつがおごるみたいなあれなんだよ。勝ったやつが飲む。俺は羨ましい、俺は飲みたかったもんな。羨ましいですよ、ね、俺とスバル超飲みたかった。俺も飲みたい。でもお前勝っちゃうと、お前が勝ってそれは譲るよ。じゃあおごります。でも3杯だからね。マジ。そうだよ、そうですよ、男気じゃんけん、そうだ。これどう思います。え、どう思うもんだって。どう思う、ほら、リン、いい加減にしろって来てるから。怒られる。いいじゃん、早く3杯飲めって。お前が、大丈夫、あの、今日テキーラ持ってきてないから、これ飲んだら終わりだから。いや、それ持ってないからですよ、この人。これじゃないですか。ん、ある、誰かのお酒があるかもしれない。俺ね、あ、あるな、テキーラあるな。大丈夫だ、じゃあ行け。これみんな飲んだ。俺とスバルだって飲みたかったのに、じゃんけん負けちゃったからそれは飲めないよ。男気じゃんけんだもん。いや、男気じゃんけんだもん。男気じゃんけん、俺ら飲みたかったのに。飲むけど、グイ。グイグイ、飲むけど。いや、飲みたかったな、な、スバルな。あ、なくなっちゃったな。ついでもらっていいですか。お前、お前、来るようになったな、お前。すいません。でもすごいよ。どうすか。1時間番組で、ね、この来場者数、はい、むしろ1万だよ。そうだよね。なんか、じゃあ1時間で590なんて初めてだよね。あ、なんだ、お前ら意外とやるな。やるな、お前。いや、ケンさんの。でも、面白いのが。話題を。何が。じゃ、何、話題、何。話題を。話題が何。俺の話題なんかないじゃん、だって。はい、だって言うほどお前ら俺のこと知らないでしょ。いや、結構ブログで読んでます。ブログでしょ。はい。嘘かもしれないじゃん。あとはスバル、いいよ。お前ね、じゃあ、お前、小説です、小説。カッコつけるとか。そう、あのさ、小説です。あんなの綺麗事しか書いてねえじゃん。小説。え、カッコつけるとか。本当のことだけど、でもあのさ、誰でも知ってる会話はさ、リスナー求めてないじゃん。そうなんですね。ああ、もっと未知の世界を。そうそう。だから。あの、だからじゃあ、ね、俺ね、スバルとリンに一つだけ本当にこの番組で、何が聞きたいですか。この番組を機に一つだけ言わせて、あの、確かにね、地元で俺はもうね、やっぱ俺が一番長いホストだったから、川越で、はい、一番の先輩になっちゃうじゃん。で、なんかすごい気使ってくれるのは嬉しいんだけど、はい、あんまり気使われてると楽しくないんだよ、俺。俺グイグイ来る方が楽しいのよ。で、そういう酒、グイ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 、俺はそういうんじゃないと思うな。いや、そういうんでしょ。飲もうよ。お前ハブな。いい。お前ですか。寂しい。すげえ寂しいわ。いい、俺はいいよ。だいぶ。俺もう。俺系ワイみたいな感じ。いいじゃん。いや、俺ね、そういう方が好きなの。なんか。はい、すいません。ちょっと、今日だけ誰かの敵なんすか。ある多分ない。ちょ、あの多分ない。どっかの誰かの番組のテキーラだったら俺一本補充しとくから、今度それ誰のテキーラですか。分かんないですか。
ルベス、ね、ルベスサリナでしょ、でサリナに言っといて、あの飲んじゃ、ケンさんが飲んじゃったから、ケンさんが次一本丸々入れといたっつって、俺が、いや、あのサリナってさ、あのね、キャバ嬢も、じゃあお前なんか怖いからいいよ、お前なんか悪乗りそうなの、いやお前は違う、いやお前はそろそろ悪乗り、いやお前は、お前はそろそろ悪乗りしてくるもん多分、雰囲気的に、気をつけ気をつけお前なんかスバルなんかそろそろ慣れてきたから俺に悪乗りしてきそうな、いや本当なんかちょっと絡みたいんで、ね、いやでもさ、もっと俺ね、そういう方が好きなの、はいはい、で、そうなんですよ、俺やっぱ、ね、あの川越の頃のイメージ、はい、何なんだよ、そういうんじゃない、分かりづらいのよ、ね、あの俺川越の時のやっぱり、はい、イメージがあるから、みんなあんまり俺と喋ってくんないんだよ、意外と、そうなんですよ、でも俺ブレイクで変なことしたことないじゃん、はい、いやないです、ないでしょ、だから俺が変なことをしてるの見たことないでしょ、ないじゃない、ないです、ブレイクはやっぱ俺、はじめさんもだって高校の頃からの先輩だから、あ、その人の店では俺はそんなね、行儀悪いことしないから、はい、今俺もしかも誰の店でもそんなことしないのよ、はい、で、怖いイメージぶっちゃけあったでしょ、俺に対して、そうですね、なんか昔まではありましたけど、俺全くないのよ、はい、今もう全然、俺だってうちの従業員なんか二十歳ぐらいの、二十歳そこそこの子が、はい、なんでケンちゃん飲んでないじゃんとか言ってくんだ俺に、いやそれは怒ると思う、注意してもらっていいですか、それが楽しいの、注意してもらっていいですか、え、何言ってんのこいつ、いやお前滑ってるよ、ねえ、ちょっと待って、すまるごめんな、俺、俺リンのこと買いかぶってた、俺もっとできるホストかと思ってたんだけど、え、何今の、すいません、すいません、すいません、ケンちゃん怖いよ、怖くないよ、やっぱ注意した方がいいんじゃないですか、え、だから何言ってんのすまるお前の友達だろ、そうっす、俺の友達じゃないもんこいつ、いや、あ、でもえ、こんなつまんないぞ、俺の友達じゃない、何が、今日はあの、もう、まあ、もうあれじゃないですか、家族じゃないですか、だってお前来場者数は意外とすごいんだよ、家族じゃないですか、やるだから家族っつうんだったらお前いつからうちで働くんだよリスナーリスナーがいっぱい見てる中でリンって店どこ、じゃ行って、ダブル、ダブルの D 三部でしょ、ダブルの3部っつうのが分かんないよな、3部なんか酔っ払ってる人が多そうですね、だって完全に2部明けのお客さんしか来ないでしょ、そうですね、それどこなの、ユーザーはいるの、需要と共有のバランスがあるわけじゃん、最近はすごいいいな、需要あるの、あるんだ、来るんだ結構、俺ですか、お前じゃねえお前の話にそんな興味ねえよ今。お前なんかなんか、お前なんか俺になんか対して、俺に対してなんか冷たいもん。なんで？え、なんかさ、俺今日でスバルの方が好きになったもん俺。マジですか？俺意外とね、スバルってなんか意外と初心なのなんか感じ悪いなと思ってたの。俺今、俺今日スバルの方が好きになったわ。俺お前嫌いだもん。ざっす。俺は好きっすよ。でもリンも、あ、リンじゃねえ。スバル可愛いから、俺スバルの子飲み行くとスバルついてくれるもんな。で、飲み行きましょう。一緒にでしょ、はい、いいよお前この前一緒に飲み行ったけどなんか全然なんかだって俺より女取ったじゃん、取ってないですよ、ちょっと何何、まあまあ、内勤だからセーフ、何が、何が、内勤だからセーフ、だって俺と一緒に飲んでんのにおなんか女の電話がうるせえからっつって、じゃあ今日ケンちゃん何がスバルで泊まってください、ど何言ってんのこいつ、スバルスバル、こいつめちゃくちゃだぜ言ってること、じゃあなんでめちゃくちゃなんすよ、じゃあお前言ってることめちゃくちゃじゃん、マジなんでスバルに泊まってくださいって、でスバルどこ住んでんの、あ、言わないわ今どこ住んでる設定なって、ちょこいつスバルこいつぶっ飛ばした方がいいよ一回マジで、いやいいよ俺は埼玉どこ住んの、お前埼玉から通ってんの、そうっすよ、え、なんで通ってんの、こっち住めばいいじゃんね、いや、思うんすよ、それはお前こっち住んでんの、はい、あ、こっちの方っすね、どこ住んでんの、はい、あ、新宿っす、はい、で、最近飲もう、いやいやいや、俺わかんないから、ちぇちぇ、リスナーの皆さんごめんね、勘違いじゃないじゃん、俺、別に変なこと喋る、それうちだから、あ、そうなんすか、俺別に公表してるし、あ、そうなん、公表して、307、あ、来んなら適当に遊び来て、リスナーの皆さん絶対入れねえけど、俺今日13回行く、何が、はい、ん、同じ同じ、いや、
これから相撲。お前悪いけど、俺ぶっちゃけトークのぶっちゃけトークのぶっちゃけ方だったら、昔から多分俺のことしてるけど、絶対俺には勝てないよ。いや、俺何でも喋るからね。来月から相撲かなと思ってるんですよ。どこに？あ、うちに、はい、うちのマンションに。ケンちゃんじゃなくて。いやうちや、いや今俺が間違えた。うちのマンションに。やめた方がいいよ。本当ですか？よくないよ。で、一緒に住ましょう。え、何言ってんの？何だこいつ。超絡みずれんだよ。ちぇちぇちゃん、お前超絡みずれんだよ。すいません。いや、だからうちあのマンションよくない。俺今引っ越そうと思ってんだよ。何ですか？え、なんか歌舞伎町近いのはいいね。やっぱり歌舞伎町のど真ん中だし、 あの店にも近いからいいんだけど、あの広さであの値段はあんまよくない。姉ちゃんがかわいそうです。え、どういうこと？え、お前なんか変な顔してるの。飲みねえ。じゃあうちの犬はみんな知ってくれてるから、はい、いいんだけど、ただあのね、広さの割にちょっと高いかなって感じ。あの広さだったらもう高いっす。もうちょい安くてもいいんじゃない？裏の方が安いっす。めっちゃいいとこっすよね。いや、でも引っ越したいんだよね。ワンエルかなんかに引っ越そうと思ってて、ずっと裏のタワーマンションの方が。あの裏のタワーってどこだよ？あるんですよ。これ調べたんですけど。いや、うちの裏のタワーマンションありますよ。ねえよ。あるんですよ。タワーじゃねえよ。ファイナルマンションだろ。ある。日清食品の裏とか。日清食品の裏は新しい。あ、もう2分前なんだ。あ、もう終わりだわ。あ、すいません。あ、すごい、700いったよ。ほら、ライズ。あ、すげえ、すげえ、すげえ。いや、超嬉しい。すごい、すごい、すごい。全然。味方パワーかもしれないけどね。リスナーがあれ増えたかもしれない。いや、ケンジさん。何が？味方さんと、ケンジさんの、あと、水木師匠。ちゃちゃいいじゃん。なんか俺、スバルの方が好きだわ。なんでですか？なんかお前、調子いいわ、お前。だっす。これちょっとショックですよ。スバル。いや、スバルの本性いますよ。飲みに行きましょう。スバルの本性いいですか？いや。スバル。こっちじゃないの。スバル、今度一緒に飲み行こう。今度ですか？何？今日？行く？今日っす。いいよ。どこ行く？裏は帰ります。あ、怪しいです。聞いた？今日俺は帰りますよ、だって。これ流れてるから。はぶられてるから。スバルさん、あ、じゃあもうラスト1分だから最後の、はい、宣伝しましょう、はい、宣伝ね、はい、スバル君は、はい、先週も出てくれたね、あの冬月グループのファングにいます。ファングの一部だよね、はい、ファングの一部にいます。リンちゃんに関してはリンちゃんが店の宣伝をしたからないんで宣伝しません。しないよ、ほんとしないよ。いいだって俺お前の店のとこ知らねえもん、関係ねえもん。俺だって関係ない。いいんだろ、いいんだろ。いいですか？え、だってお前、いいお前だってやる気ないじゃん。あります。いいよね。はい、スバル君は笛付きグループのファングにいます。え、じゃあいいよ、する、はい、するしません。しないのね。しないのね、いいじゃん。しないのね。じゃあ、リンバカじゃないのって来てるよ。ほら、リンはやる気ねえからな、しょうがないよね。もうでも10秒前だって。じゃあ、とりあえず、今日は川越出身、歌舞伎町、今頑張ってます。これからも頑張りましょう。今日は皆さん、皆さんありがとうございました。じゃあ来週も見てくださいね。来週はルミナスティが出ます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。